田中清一、9月3日から1973年11月27日は日本の政治家、実業家。福井県大野郡泉村に生まれる。父は浄土新州の僧侶だった。村の小学校を卒業後大阪に出向き、鉄工所に勤務、製材用機械の製作所を起こし、昭和の初めに静岡県沼津市に移転、株式会社化した。 実業家となった直後に太平洋戦争が勃発し、岐阜県岐阜市近海山に軍部のトンネル工場を建設するも未完のまま終戦を迎えた。敗戦直後の1947年に食料自給自足を目標とする平和国家建設国土計画大綱をまとめ、日本政府と連合国軍総司令部に提出するなど各方面に働きかけた。 連合国軍総司令官、マッカーサー元帥に直訴したり、1949年には昭和天皇に自らの構想を披露するなどの活動を行った。また、戦後日本の普遍的な国土開発を目指し、一詩人でありながら、資材を投じて国土改造計画の立体模型政策などを行い、その中心的活動として高速道路計画である。 国土開発縦貫自動車道構想を立案実現に移した。1959年、第5回参議院議員通常選挙で当選し、参議院議員となる。君二東水法省、乱受法省を受賞。現在、東名高速道路、沼津インターチェンジの一般道側で入り口には、彼の銅像が建てられている。国土開発縦貫自動車道構想は、 戦後の日本国土の普遍的開発を図ることを目的にそのためのインフラ整備として全国にネットワーク的な道路網を形成するという田中が起案した開発構想のことである。具体的な道路構成の基本的考え方は最初に本州の中央山地部を従管する幹線自動車道を建設しこの幹線道路から海岸に向かって 肋骨上に連絡道路を建設するというもので、戦前に内務省が構想しながらも、戦時下で頓挫した自動車国道構想に変わるものであった。内務省の自動車国道構想は、国防的検知から海岸沿いに幹線道路をループ上に設けて、必要箇所に横断道路を建設するというものであったが、田中の構想は、これとは対極的に位置する考え方であった。 田中の盾感動構想は、戦後日本の高速道路建設計画が具体化するきっかけとなり、瀬戸山光雄や青木和ら当時の有力国会議員の指示を受けて、1953年には国土建設推進連盟が結成され、さらに同年5月には国土開発中央自動車道事業法案が議員立法されるまでに至った。田中自身も1959年に、 参議院に立候補して当選し、自ら国会議員として立て感動構想の実現に奔走した。構想自体は具体的なルート問題で理念に走りすぎて現実にそぐわない面もあったが、中国自動車道など構想通り実現された道路もあり、田中の運動が日本の高速道路網建設の具体化と発展に大きく貢献することとなった。 戦後日本に一本の新をとの志のもと、1947年4月、日本政府と GHQ に提案された田中プランの概要は以下の通りである。1、主子を役日本人全部が、この狭い国土で平和な文化の高い生活を営み、食料を自給自足し、同時に各種の眠れる資源を開発するためには、人口と産業を農業に適さない。 産地高地へ分散させることが必要であり、そのために高原地帯を貫く高速道路を建設すべきである。二、高速道路建設道路は北海道の稚内から九州鹿児島に至る高原地帯を貫いて通る日本の幹線大道路を作る。これより表日本と裏日本の各地に連絡する道路を拡大整備する。その第一着手は最も主源が富み、かつ 経済価値の高く、国家的に有利な東京神戸間の本州、中間中央道路とする。我々は本案を政府及び政党が国家再建の基本政策として真剣に取り上げ、国家事業として早急に実施するように予防し、その重要性を鑑みて一般世論の喚起に努めている。3. 中央道案による利点農工地を潰さず帰って農工地、住宅地、 工場敷地を広くする。搬出不能の木材資源3億国以上の産出地下資源、金、銀、銅、石灰石等の発掘国際観光資源の開拓電源の開発高速輸送の便その他4、建設費10004億円余りを要する。これを5カ年計画として1年、約280億円余りとなる。日本政府事業としてやれば問題ないが、 民間事業としても特殊会社による政府投資を得てやれば可能である。外資に依存せず、全国民が一人1日1円の国土建設目的貯金をすれば自力で達成が可能である。ありがとうございます。